オペアンプをつけるところにはオペアンプ用のソケットを取り付けます。またコンデンサや抵抗をつけるところにはこのようなソケットを取り付けます。必要な分だけ切って使います。不要な中央の足は切ってから取り付けます。ソケットにはパーツを差し込んで使用します。パーツの付け忘れに注意してください。また、向きの決まっているパーツをつけるときは、その向きにも気をつけてください。